ようこそマスコフ信者ショーへ。エルラメンデコージの提供でお送りします。こんばんは皆さん、アナウンサーのミゲル・ロドリゲスと申します。どうぞよろしくお願いします。皆さん、今週は元気にしていましたか？何か面白いことでもありましたか？もしあったらぜひアットマークマスコフ信者ショーというツイッターのアカウントに書いておいてください。わ、メッセージはもういっぱいですね。皆さんは本当にすごいです。どうしよう。では始める前にいくつかのコメントを読みたいと思います。まずは、例えばアトマクサマラさんは久しぶりです、楽しみにしていましたと書きました。そうです、久しぶりですよね。最後の配信は12月で2ヶ月ぐらいでした。ただし今日特別なゲストが来てくれますから、どこにも行かないでください。あとはアットマークアナさんは、もうこんな時間なのでラーメンを聞いたらすぐお腹が空いてきました。確かに私は晩ご飯はまだで、ラーメンで5時に行きたくなりました。スポンサーというわけではありません。あ、そうです、先週ラーメンで5時に行った時に大変なことがありました。ちょっと恥ずかしい話になると思いますが、少しだけ酔っ払ってしまいまして、チップをあげるのを忘れまして、ウェイターにすっごく怒られました。ですから次の日にチップは本当に世界中にあげる必要があるかどうか考えていて、日本に詳しいゲストを招待しました。皆さんはもう今日の番組を楽しみにしていたと思うんですけど、その前マスコフ信者ショーのツイッターで皆さんのコメントと一緒に、今日の質問はチップをすることについてどう思いますかです。この質問は賛成と反対の選択しかありませんが、何かコメントがあったらぜひメッセージを送ってください。では、今日のゲスト、ウンベルトさんに挨拶しましょう。こんばんは、ウンベルトさん。さっき、メキシコと日本のチップの文化の違いについて話していましたが、リスナーに何が違うか少しだけ説明してもらえませんか？こんばんは、もちろん。日本のチップの文化は違いますよ。たくさんの人は日本でチップをあげることはダメだと思います。これは、ほとんど正しいですが、チップをあげることは本当に違うです。日本の文化にとっていいサービスと頑張ることはしないといけないことです。ですからチップをしなくてもいいです。それでもチップをあげることの時間もあります。え、本当ですか？外国人として普通じゃなくてもチップはあげてもいいんですか？どうやってあげたらいいんでしょうか？毎年外国人が多いところでチップができますが、まずいくつかのことを気をつけてないといけません。日本のところでチップをしたいとき、ポケットでお金をあげることはダメですよ。まず封筒という手紙を入れる紙にお金を入れて、両方の手であげてください。さっきメキシコにある日本のレストランについて話していましたが、日本にある日本のレストランは
どうしてチープをあげなくてもいいでしょうか。あそこで世界で一番最高のサービスがあります。ですから食事をした時、お客さんはそのサービスも払いました。そこで食べた時、ウェイターに、ごちそうさまでしたとか、ありがとうございますと言った方がいいです。それだけです。メキシコと比べたら本当に違う文化ですね。はい、そうですね。そして日本へ行くことのチャンスがあったら、僕の電車やバスなどはきっとびっくりしますよ。皆さんは新幹線や地下鉄が遅れると全国ニュースになること知っていましたか？素晴らしいですね。日本でアドベンチャーをしているとき、時々タクシーが大切な必要です。特に一日の散歩の後ですね。本当に疲れたとき、もう動くことができないとき、大きい必要になります。でもタクシーの運転手にチップを渡さないでください。そして行きたいところをわからないときとか、日本語がまだ上手に話すことができないとき、地図にポイントしてタクシーを降りたとき、運転手にありがとうございますと言ってください。それは異常です。そのときにチップが必要じゃありません。興味深いテーマなんですね。時間はもうすぐ過ぎてしまいますから、終わる前に今日のみんなが返事してくれたアンケートの結果は、 70% の方は賛成と答えましたが、ウンベルトさんはどう思いますか？まあ少しエクストラをあげたい人がいるとして幸せになりますよ。しかし日本人はチップについて違い意見がありますから、どこでチップをすることについて注意してください。チャンスがあったらまず聞いてください。日本人の社員の考え方は本当に素晴らしいと思っていますね。ただしメキシコのウェイター、タクシーの運転手などの給料が日本と比べたらとても低いと思いますから、ウェイターにチップをあげなかったら困るんですね。ウンベルトさん、今日の番組に来てくださってありがとうございました。ぜひ将来のもう一つの番組に誘わないといけませんね。うん、ぜひ。皆さん、今日のラジオ番組ご清聴ありがとうございました。今日の番組は YouTube にアップしますから、聞けなかった方は必ず YouTube で検索してください。また来週。ありがとうございました。バイバイ。